どうも、アーマミニンでございます。アサシンクリードオーデッセイプレイしましょう。後ろにいる男の子のお父さんがラビリントスにいるということで、それで助けに、カジキたら、おじいさんやら、三人から、鍵のありかとかいろいろ聞いて、入り口を開けたものの、こんな高いとか飛ばなあかんちゅうね。よし。いや、ちょっと待って。ゆぶったぞ。レッツゴー。じゃあ、記事見ると思ったの。これはミノワ人の仕事じゃない。これは何だ。くそ、本物だ。なんか泣いてる。他にいるんだね。こいつはすごいぞ。テセウスがラビリントスの道しるべに使った紐か。最後まで行ってみよう。行き止まり。多分紐が正式なあれでしょ。じ。ないさそう。さっきこっちから来た。いい。怪物が暴れたんだな。続いているか、いけるぞ。怖い怖い怖い。最後にな。この道は見たことあるな。竜行けたから行ってみて。取れた。いけない。
違うか、何？いや、ちょっと待って、ちょっと待って。また何だ、何や、こっちは何、いやいやいや、ちゃ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 、できたのよ。ちょっと、こっちで、こっち、こっちが正解？だよね、あっちがあれだか。え？お父さんどこよ？キオスに違いない。これか。指ハードスが欲しがるかもな。事故。地で合ってんだよな。とりあえず。あ、できない。ブックセーブはできない。っていうのはいいね。
やいやいやいや、強えわ。待て。やを作る。
待て、いや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 ミノタウロスは死んだ。アードス、お前のおかげだ。父さんはどこ？ラビリントスを探してきたが。正直に言うか。力なかった言うたら嘘やーで突っ込まれそうやからな。すまない、アードス。すまない？なんで？聞いてくれ。連れ戻すって言ったよね。嘘つき。戻って父さんを見つけてきてよ。アードス、約束したのに。彼はもう死んだんだ。死者が蘇ることはない。だが前には進める。父さんを忘れるのが怖い。父さんを忘れたくないんだ。指輪を見つけた。これを渡そう。受け取ってくれ。彼のものだ。父さんの指輪、ありがとう。ありがとう。声のトーンが。ここから脱出しよう。これからどうする？全然わからないよ。父さんがいないとわからない。一緒に考えてみるといいかもしれない。アードス。忘れるな、お前は一人じゃない。いつも気にかけてくれる人がいる。面倒を起こすなよ。それは約束できないよ。私が守る。ありがとう、傭兵。家に帰ろう、アドセ。うん、そうだね。円盤を盗んでごめんなさい。もういいんだ。アミュレットのことも。アミュレット？指輪もたくさん。お前だったのか。それからカイコロクも。まだ途中なのに。まったく、盗みを続けて生きてはいけないんだぞ、アドス。でも得意なんだ。それに盗まれても仕方ない人からしか盗まない。私は違うだろう。何年も黙ってることがあった。それはその通りだ。すまなかったな。盗まれても文句は言えない。そうでしょ。金のことはさらに言うまでもないだろうし。何？アドス、まさか傭兵からは何も盗んでないだろうな。どうかな。あった。いや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 、無事にミノタウロス倒しましたね。
え、こっちに入れたな。これか。ミノタウルスの宝。ミノタウルスから奪ったこの球体は力強く磨く打っている。怖っ。怖いな。とりあえず、霧がついたのかな？次回、ミノタウルスの方がこっちに、うん、こらにゃ。こっちに行きましょうか。だん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 。隣のペイフカだな。次はペイフカの村。国。入って話を進めたいと思います。ということで、本日はここまで。に汗握る目のタオル戦、戦いがありました。はぁ、疲れた。では次回、またどんなストーリーになるのか楽しみでもあります。ではではまた次回お会いいたしましょう。